今日は浴衣を着てみたいと思います。まずここの掛け襟と掛け襟っていうんですけど、この縫い目がありますよね。ここを合わせて背中心を合わせます。背中心っていうのはこの真ん中、背中の真ん中の縫い目を自分の体の真ん中に持ってきます。そのためにこことここをきちんと持ったまま片手でこう合わせます。だいたい中心があったなっていうところで裾を上げていきます。背中心を整えたら前幅をこの自分の側面に合ってるなって言って鏡で見て、幅をこっちの右手はしっかりと引っ張っておきます。左手で幅を合わせます。そしてここを15センチぐらい右は上げます。残りの余りの布はちょっとここで歩きやすいように曲げて左をかぶせます。そしてここに紐を打ちます。骨盤よりも少し上にじわっと結んでいきます。くるぶしのこれぐらいですね。ちょっと短かったかも。これぐらいでいいかな。これぐらいで、で長さを合わせていきます。だいたいくるぶしの足のこの下のところまで、ここですね、この辺に合わせます。そしたら前幅を合わせていきます。左前をここの縫い目を自分の体の側面に持ってきて合わせます。右手はしっかり引っ張ってここの縫い目があるかどうかを合わせていきます。あったなと思ったら一度開けて右の方を中に入れます。この時に左よりも右の方が15センチぐらい上に上がるようにします。そして左を持ってきます。たら持ってきたとこでここの骨盤よりちょっと上で紐を結びます。できるだけシワにならないように後ろを結ぶときは指を、見えるかな、指をこう入れてぐーっとシワを伸ばしながらキュッとしっかりじわーっと、ここで一番押さえてるのでじわーっとゆっくり持ってきてスッと前で結びます。後ろがしっかり締まってれば大丈夫。ここはちょっとお腹を引き締めながら長結びか肩結びで結ぶ口から手を入れてしっかり出していきます。で、ここがゴワゴワってしないためにも一度しっかり襟を詰まらせてしっかり入れてください。そしたらね、綺麗になります。ここがすっきりします。で、全部綺麗に出したらこの襟を整えていきます。また同じように掛け襟と掛け襟をここをつまんで背中心をまたしっかり合わせて、ここの拳一つ分ぐらいかなっていうのを目安に、ここは肩の布は動かさないように襟を取っていきます。ここの喉のくぼみのところをめがけて襟を整えていきます。こんな感じです。もし三角揚げができたら、ここで三角揚げをしたらもっと綺麗におはしょりがなりま す、ね、で襟を整えたら
紐で結びます。これで完成です。あとはシワを取って、ここは余りの布はタックにしてください。後ろの中をキュッと入れて前をかぶせる。こちらも後ろを入れて前をかぶせる。これで出来上がりです。あとはこれに縦締めをして帯板をして帯を結んでいきます。今日はここまで。